スマートパスで二要素認証を設定する方法。 Google 2FA はスマートパスでの二要素認証の主要な方法です。これは国際的なセキュリティ基準に合致する便利な認証方法です。 Google 2FA の設定は当社の製品でペイアウト、支払いを行うための必須条件です。このガイドでは Google 2FA を二要素認証の方法として設定する方法について説明します。スマートパスにアクセスしてセキュリティセクションに移動してください。スマホに Google オーセンティケーターをダウンロードしてください。認証アプリケーションを起動するためにモバイルアプリケーションを使用して画面右側の QR コードをスキャンする必要があります。アプリにアクセスし最初の画面で Get Started というボタンを押してください。次に表示されるウィンドウでスキャン QR コードを選択してください。アクティベーションページの QR コードをスキャンし、Continue というボタンを押してください。この後、Google Authenticator アプリにはすぐに更新される一時パスワードが表示されます。コードの右側には、コードの有効期限を示すタイマーがエンガルフの形で表示されます。2FA の確認ページで一時パスワードを入力してください。完了です。Google 2FA の設定が完了しました。QR コードへのアクセスはあなただけ持っていることに注意してください。他の人には表示や送信しないでください。Google を介した二要素認証を無効にする必要がある場合は、例えばスマートフォンの変更時、当社のサポートにお問い合わせください。Google 2FA の設定を先延ばしにしないことをお勧めします。ウルティマの製品を使用する際には、これが直接安全性に関わるからです。